急なんですけど、ちょっと前に新宿の大久保公園でもつ鍋を作るフードイベントをやったんですけど、その時来ていただいた方だったら分かると思うんですけど、もつがめちゃくちゃ美味しかったんですよ。非常に言いづらいんですけど、キロあたりの値段を見間違えてまして、凄まじい赤字になりました。もうずっと赤。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、そんな今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM 来てました。タックさん、こんにちは。こんにちは。この前ずっと気になっていた宮迫さんが経営してる牛宮城ってやつに行ってきたんですけど、すんなり予約取れてびっくりしました。びっくりしますね。実際芸能人の方がお店を経営したらすぐ潰れるというのはよく聞くんですけど、あれってどうなんでしょうか、教えてください。ちなみにめちゃくちゃうまかったです。うまかったかい。これ美味しいって普通に聞きますよね。行ってみたいなと思うんですけどね。とりあえずこちらリクエストありがとうございます。この芸能人がやってるお店に関してなんですけど、僕の記憶では昔だとテレビとかでも特集されたりとか、それこそ芸人さんが出した別のお店に芸人さんが行ってそれをいじるみたいな、そんな番組もあったと思うんですけど、今ってそういうのが放送されることも減りましたよね。じゃあそういったお店っていうのは軒並み潰れていってるのか。実は別にそうではないんですね。今もですね、意外な芸能人の方もお店を経営されてるっていう方結構いらっしゃいます。名前を出さずに経営してる人の方が多いんじゃないかなと思いますけど、じゃあ今日はそういったお店紹介するんですけど、まずいくつか認知度の高いお店ざっくり紹介します。まずこちら、じゃあでおなじみタムケンさんがやられてる炭火焼肉田村なんですけど、こちら大阪和歌山兵庫関西5店舗ありまして、リピーターがかなり多いということで、すごい人気だそうですね。イメージ的には結構長くある印象ですよね。次ですね、言うよねーこと春菜愛さんがやられてる大山という鉄板焼きのお店、あとタコ春というたこ焼き屋さんもあるんですけど、これは彼女自身が大阪出身ということで、お好み焼きとか粉もん系であったりとか、そういった商品が人気で、さらに店内にサービス精神旺盛なスタッフさんがたくさんいるということで、かなり評判がいいそうです。あとはコロッケさんがやられてるコロッケですね。こちらモノマネ芸人のコロッケさんが展開するコロッケのテイクアウト専門店でして、このコロッケさんのこのコロッケのコロッケはですね、問題、今日何回コロッケと言ったでしょうじゃないんですよ。直近の2021年2月東京の新小岩店を1号店としてオープンして、そのわずか1年ほどの短期間で13店舗まで増やしてるということなんですね。サイズも大きくて味も美味しいということで、すごい人気のお店になっています。はい、とまあざっくり紹介したんですけど、このように芸能人の方っていうのはその方自身の人脈であったりとか知名度を使って集客がしやすいと、そういったメリットはもちろんあって成功する確率も高いんですけど、ただこれは悪い方をしてしまえば、今時点で成功したと言われてるのはごく一部の人たちですよってことも言いますよね。これは別に芸能人の方に限った話じゃなくて、っていうのも芸能人のお店イコールよく潰れる、まあそんなイメージがあるんですけど、飲食店の経営自体ですね、結構難しくて長続きすることの方が珍しいんですよね。じゃあ大体どれぐらいかっていうと、オープンしてから3年以内、この期間でおよそ7割が廃業すると言われています。7割。この廃業のスピードっていうのは他の仕事に比べても結構早くて、続いて5年以内だと8割以上、さらに10年経つと9割以上と、仮に自分の知ってる店が10店舗あったとしたら、5年後には8店舗以上はなくなってるなんてことも全然ありえるんですよね。なのでそういう厳しい業界ですよっていうところを前提として、今日は芸能人というだけで店を開けたらやっぱりダメだったみたいな節はあるのかどうか、いやこれなくなっちゃったけど成功とは言えるんじゃないかみたいな、そういったところを紹介していこうと思います。皆さん実際行ったことあるお店あれば教えてください。まず1つ目、焼肉小倉優子。これ焼肉オーナー、これなんでなん、そっちの方が僕気になるんですけど、こちら店名からも分かるようにですね、タレントで活躍されていた優子凛こと小倉優子さんの名前が入ってるお店なんですけど、こちら2008年大阪市の淀川区で、看板や店内に彼女の写真がデカデカと掲げられた1号店、西中島南方店というのを開店しました。で2012年時点ではですね、兵庫新宿歌舞伎町合わせて7店舗を展開しています。7店舗ってすごいですよね。単品のメニュー表にはカルビリンコ、ハラミリンコ、初リンコ、ほとんどのメニューにリンコという文字がついてて、ザ・小倉さんみたいな彼女のキャラクターを前面に出していた、そんな特徴的なお店だったんですけど、ただ実はこのお店ですね、実際に経営していたのがこれ小倉優子さんではなくて、ハングリー&アソシエイツっていうね、焼肉店の運営会社でした。なので彼女自身別に店のオーナーじゃなかったんですよ。いやいや違ったんかいって話ですけど、っていうのも2010年、ここの歌舞伎町店と同じ場所で2009年6月まで焼肉店を経営していた別会社のオーナーさんから、この物件は元あった内装を全部取り払った状態で使用してくださいねと、そういった条件で明け渡していたのに、それをそのまま使ったあんたら営業してただろうっつって、彼女がここの大家さん、そして運営会社とともに約2500万円の支払いを求める訴訟を起こされていたっていう事件があったんですよ。でこの時の説明で、彼女が自分のブログで一部誤解されてしまってるようなんですが、私は契約上イメージキャラクターをさせていただいてます、別会社の方が運営してるんで経営には全く関わっていませんと弁解しまして、しかも訴えられた事実ないですと否定しました。訴えられてないんかい。つまりですね、誰もが小倉優子さんがやってると思ってたんですけど、広告塔として起用されていただけだったようです。その時にも、いやそういう風にしたんじゃないのみたいありましたけどね。こちら現在はですね、全店舗が閉店してまして、いつ閉店したのかというのは不明だったんで分かんないですけど、続いておいしんご、はい、これは名前的に分かるんですけど、楽しんごさんが経営していた焼肉店です。また焼肉。このお店2013年5月にですね、歌舞伎町でオープンしまして、開店当初がですね、テアンデーカルビ、ドドスコ穴掘り壺ホルモンつって、自らのギャグを全面的に出したすごいメニューもあった
ったんですけど、ただ120分3148円とご飯サイドメニューもついた食べ放題コースであったり非常に安すぎたんですよ。で食べ放題歌って営業していたんですけど、なので実際に利用するお客さん多くて店内は連日繁盛していたそうです。ただなんとここのお店この年の8月いっぱい、つまりオープンからおよそ3ヶ月のスピードで閉店となりました。っていうのもお店の評判が良すぎたってやつで、お肉だけじゃなくてお酒もめちゃくちゃうまいと、そういった声も大きくあって、何か事件があったわけじゃないんですけど、この格安戦略ってのが裏目に出たんですよ。なのでこういった口コミに広がったんで、来店したほとんどのお客さんはこの食べ放題コースを注文して、さらに自身がプロデュースしている整体院癒し吾ですね、このお客さんだった柔道選手とかラグビー選手であったりとか、めちゃくちゃ食べそうやなって言われる人たちがよく来ていたんですよ。そういった人たちが団体で来店して、しかもめちゃくちゃ安い食べ放題となった結果ですね、集客すればするほど負のスパイラル状態に陥りました。で3ヶ月でした。これはかなり短かったんで失敗と言えるかもしれないですね。そんな事例です。次はですね、元気があれば何でもできる、去年お亡くなりになられた元プロレスラーのアントニオ猪木さんがプロデュースしていた居酒屋、アントニオ猪木酒場って知ってますか。こちら2006年10月ですね、東京の池袋店が1号店としてオープンして、その後新宿、広島、宮城の仙台、福岡の中洲、沖縄の那覇店と、仙台から沖縄まで多い時では7店舗ほど開店していました。店内はですね、 IWGP ヘビー級ベルトのレプリカとか、猪木氏のお宝グッズが並べられていたりとか、名勝負の DVD なんかも上映されていて、どこかこう昭和の雰囲気が漂う、かつプロレスファンにはたまらないお店となっていたんですけど、こちらも全国にあった店舗が次々と閉店して、新宿店に関しても最近まで営業続いていたんですけど、コロナ禍の影響でその影響をもろに受けてしまって、最終的には2020年7月惜しまれつつも閉店となりました。ただこの新宿店に関しては2008年4月にオープンしているので10年以上営業されてるんですね。コロナ禍っていうのは飲食店業界は一番に打撃を受けましたからね。ただよくよく見ていくと結構3年以上続いてるお店ってのは多かったんで、まあ、成功したと言ってもいいような、そういったお店が多いのかなと思いますね。ただこれ実は飲食店だけに限らないよっていう話なんですけど、他の事業でも失敗した事例というのをちょっと紹介しますね。まず東大理系阿部寛さん、彼実はバブル期の1980年代、モデルとして人気だったんですけど、マンション投資に失敗して億単位の借金を実は背負ってます。でこれをバネにして、本当はやりたくなかった濡れ橋の仕事とか、いただいた役をほとんど断らずにやろうと思っていたそうでして、その仕事ぶりからシリアス系、そしてコメディ系を演じられるマルチな役者さんへと成長していたと言われてるんですね。でおよそ20年かけてこの借金は全て完済しています。続いていつやるか今でしょ後でしょ、林修先生ですね。実は東大卒業して銀行に就職するんですけど、5ヶ月で辞めて、その後投資顧問会社とか IT 関連の会社を起業するんですけど失敗しました。さらに株取引でも失敗、挙句の果てにはギャンブルにも手を出して、この時の借金額は1800万円に上ったそうです。でこの後このお金を完済するためにですね、友人のつてで始めた予備校講師を続けて40歳で全て完済しています。なのでもしかしたらこの時の借金がなければ、あの有名なフレーズが入ることはなかった世界線もあったのかもしれません。続いてサイコさん、メジャーリーガーダルビッシュ有さんの元奥さんですね。ファッション通販とかで年商数億円を誇る実業家としても知られてるんですけど、2008年11月自分のファッションブランドヘピーキティをスタートして、宮崎市内で彼女の父親が経営するアパレル会社を通じて販売されていたんですけど、たった3ヶ月後の2009年2月ですね、6点ほどのアイテムのデザインについて他ブランドのものと酷似しているという指摘があって、この盗用疑惑あったんですけど、正式な謝罪はなく2010年には閉店になりました。あとスザンヌさんですね、2015年頃ですね、地元の熊本でかねてから夢であったカフェバー 8% っていうねカフェをオープンしたんですけど、お金の計算が全くできずに3ヶ月で閉店しました。ちなみにこの 8% の8っていう数字が横に向けたら無限大になるじゃないですか、無限に行くんじゃないか、まあ、そういった意味も込められていたそうなんですけど、すんごい早かったそうです。はい、と芸能人がお店をやるとどうなるとかいくつか紹介したんですけど、まあ、やっぱりどれだけ知名度やってもある程度の知識はいるんだなっていうのが分かったのと、あと意外と長く続いてますよっていうことが多いですね。なのでそれで言うと宮迫さんの牛宮城なんかは切羽詰まってるような感じは見えないですよね。で来年の2月でオープンしてからちょうど2年になるんですよね。3年続くんでしょうか、僕はその時が楽しみです。今日は以上、ぜひ皆さんが行ったことのある芸能人のお店ありましたらコメントお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。